タンタンです。こちらですね、フェンダージャパンのストラトですね。 ST57US になりますね。こちらいわゆるブラッキーと言われる仕様ですね。黒のボディにメイプルネック、メイプルシダンのこのスモールヘッドと、まあ、本当に有名なスタイルの、ストラトになりますよね。これ2009年で、これメイドインジャパンですかね、この刻印がね。こんな感じで、まあ、今現状はフェンダージャパンっていうブランド名はなくなってしまったんですけれども、まあ、今でもねこうフェンダージャパンっていう名前が付いてた頃のこの辺のモデルなんかすごく人気ありますし、その中でもねストラトの中ではやっぱりこのブラッキーね、エリック・クラプトンの影響も非常に大きくて、このスタイルっていうのは本当に人気がある楽器になってます。ハーフトーンをやっぱり使うのがこういかにもこうストラトらしいかなという感じはしますけども、まあ、全体的に非常に使える、手軽に、ね、使える楽器だと思いますんで、フェンダージャパンね、ぜひぜひ、なかなか最近も入ってこなくなってきてしまってるんで、ご検討いただければと思いますね。楽器の状態も非常に黒なんで、すごく実は傷が目立つんですけれども、まああんまりそういう目立ったような傷もなくて、状態もいい方だと思いますし、あんまり使ってないのかな。フレットもほとんど減ってませんので、これからがっつり、これからギター始めたいっていう方にもね、すごくおすすめできる楽器だと思いますんで、ぜひこちらフェンダージャパンの ST57US のブラックですね、コメントいただければと思います。お願いいたします。タンタンでした。